はい、こんにちは、116インズです。いよいよ今週マリナーズも開幕戦を迎えるということで、今年もマリナーズを応援する日々が始まります。マリナーズを応援するということは、これまでからして決して楽しいことばかりでもない。まあ大体のチームもそうかもしれませんけれども、良くも悪くも試合結果に一喜一憂する日々がまた始まるんだなと。昨年のマリナーズはというと、2022年に続いてプレーオフ進出を目指したものの、最終的にあと1勝足りずにプレーオフ進出を逃すという悔しすぎる結果に終わりまして、ここ10年間でシーズン161試合目ですとか162試合目にプレーオフ進出逃すの何回目よと、だいぶダメージも受けましたが、今年はその悔しさを晴らすような1年にしてほしいですね。そんな今年2024年のマリナーズについて、今回の動画では今年のチームに期待したいことを8つ考えてきましたので、それをこれからお話していこうかなと思います。まず1つ目、打の新戦力組にはぜひとも活躍してもらいたいなと。昨年の新戦力組はというと、コルテン・ウォンダ、 AJ ポロックだ、トミー・ラステラだと、それはもうひどいありさまで、補強の失敗が終始響いたような年でしたよね。でこのオフのマリナーズは打線を本当に刷新するくらいの勢いで選手の入れ替えを進めまして、その過程でエフェニオ・スアレスですとかケルニックですとか、そういった選手たちの別れという、マリナーズファン的にもだいぶダメージを受けるものもありました。12月上旬くらいまでこのチーム来年勝つ気あるんかと思うくらいの動きでしたが、ただその後にミッチ・ガーバー、ホルヘ・ポランコ、ルーク・レイリー、さらには2年ぶりにチームに帰ってくることになったミッチ・ハニガーと実力のある選手たちを連れてきまして、近年とはまた違った打線の顔ぶれになったかなと。マリナーズは昨年とにかく三振が多く、それが打線としての安定感のなさですとか、打線としてのつながりのなさだったりに至った部分もあり、そこをフロントとしても課題意識を持ち、必ずしもものすごい三振少ないバッターたちばかりではありませんが、ちゃんと機能すれば昨年よりかはいい攻撃陣となる可能性は秘めている、それくらいの面々にはなったのかなと。その中で新戦力組にかかる期待、役割も大きいですので、ぜひチームが期待するような活躍を見せてほしいなと願います。2点目、タイ・フランスの復活ですね。2020年の途中にマリナーズに移籍してからというもの、フランスは攻撃陣の中心として活躍し、2021年2022年はともに WRC プラス120以上と平均以上の攻撃力を誇るファーストとして機能、2022年にはオールスターに選出されたこともありましたよね。チャンスでも頼りになり、個人的には当時の彼は神様と仏様に並ぶ存在でした。しかし2022年の途中にランナーと交錯し、故障離脱となったあたりから彼の自慢のバッティングが狂い始め、昨年は1年を通してらしくなかったですよね。 WRC プラスにして104止まり、おおよそフランスに期待しているような成績ではありませんでした。ただフランス自身も昨年のパフォーマンスは良しと思っていなかったようで、オフの間にドライブラインに通って打撃の修正に着手、今まで結構自己流だったものを見直したところ、本人曰くスイングスピードの改善につながったようで、スプリングトレーニングでも結果が出ました。これがシーズンでもできるかはもちろん分かりませんが、フランスが復活すれば打線にさらに厚みが増し、これ以上にないある種の補強にもなりますので、願わくばオールスターの姿を取り戻す1年としてほしいですね。3点目、今季のフリオにはぜひ MVP を狙ってもらいたい。これは冗談抜きでです。2022年の MLB デビューからたった2年でベースボールレファレンス算数のウィンザーリプレイスメントで 11.6 も稼いだ23歳のスーパースターですが、まだまだ成長途上、もう一段上の活躍はできるはずです。昨年は32ホーマー37盗塁の 30-30 を達成し、 WRC プラス126とマリナーズ打線の中心的存在でしたが、しかし一方で好不調の波も激しかったシーズン、前半戦は全体的に低調に終わり、8月以降の大爆発で一気に成績を戻し、プレーオフがかかった大一番で息切れ、そんな年だったかなと。昨年は特にそうでしたが、マリナーズはやっぱりフリオのチーム、彼が輝けばチームも乗ってきますし、逆もしかり、今季フリオが MVP 級のシーズンを送るのであれば、おのずとマリナーズも浮上していく、そんな期待をしています。4点目、チームとしての安定感ですね。特に今季はもう少し前半戦からできることなら勝っておきたいところ、ここ2年間のマリナーズは前半戦に苦しみまくり、もうこれはダメだと思ったら後半戦に巻き返して死んだふり作戦といった感じだったんですが、まあやはりこれで安定感には欠けると。その1には打線があまりに不安定だったのも影響していたと思いますので、今年の補強により生まれ変わったマリナーズの打線がその流れを変えられるか、少なくともスプリングトレーニングのマリナーズ打線は打線としてのつながりですとか、あるいは試合中のアジャストですとか、こういった点がかなりうまくいっているようにも見えますので、ぜひシアトルに戻ってから打線がレーンを停止することなく、これを続けましてコンスタントに勝てるようになってほしいですね。続いてはチームの強みである先発陣、ここはもういつも通りの活躍に期待したいです。ルイス・カスティーヨ、ジョージ・カービー、ローガン・ギルバートの3本柱は MLB でもトップレベルの面々で、彼らがしっかり投げさえすれば大きな心配はいらないはず。ここにブライス・ミラーやブライアン・ウー、少なくともどちらか一方のブレイクが重なれば、本当に他球団が羨むようなローテーションになります。
一方でこの5人以降ですとエマーソン・ハンコックこそ入れど、それ以外でまともな先発デプスはないに等しいというだいぶ綱渡りな編成でもあるマリナーズですので、とにかく怪我やスランプに気をつけながら1年間過ごしてほしいなと。まあこんなこと言っていたらいきなりウーが AL 入ることになっちゃったんですけどね、大丈夫かな。こちらもチームの強みであるブルペンについても例年と同様に新戦力の台頭に期待したいです。毎年マリナーズブルペン、誰かしらがブレイクしたことで強さを維持できた側面があり、昨年で言えばジャスティン・トーパー、ゲイブ・スパイア、テイラー・ソーセドあたりがそれに当てはまりました。今年もそれが欲しいなと。特に今季は開幕早々いきなりマット・ブラッシュとグレゴリー・サントスの2人というブルペンの中でも重要な立ち位置を担うはずだったピッチャーがいきなり IL スタートということになってしまいましたんで、なおさら新戦力の台頭が必要な状況かもしれません。この春の印象で言いますと、パイレーツから金銭トレードで加入したコディ・ボルトン、マイナー契約を結びリリースポイントやボールの変化量からして昨年途中に移籍したポール・シーボルドとの共通点も多く、現場もかなり評価しているとされるタイソン・ミラーあたりには期待していますし、他ではタイバットリーですとか、あとはまだ制球にはだいぶ課題を抱えていますが投げるボールはすごいカルロス・バルガスですとか、このあたりから誰かブルペンで今年大きな役割を担うところまで伸びてほしいです。次ね、頼むから怪我人は最小限で、これはどんなチームもそう願っているでしょうが、今年のマリナーズに関しては特にそうかなと。特に先発とセンターラインのデプスに優れるわけではないですので、このあたりは怪我しないのもそうなんですが、新戦力として加えた選手たちも故障リスクが割と大きい選手も多いと。予算がない以上はそこのリスクにある程度目をつぶる必要があったので仕方ないですが、やはり怪我には気をつけたいところ。1試合でも多くフルメンバーに近いロースターで上を目指したいですね。そして最後、これが当たり前ですけど1番です。プレーオフ進出叶えてほしいです。昨年のあの終わり方はファンとしても当然きつかったですが、それは戦う選手たちにとってもおそらく同様、スプリングトレーニング中の選手たちのコメントからしてやはりあれは繰り返したくないという強い思いも感じましたんで、2年ぶりのプレーオフ進出、願わくば地区優勝、リーグ優勝、ワールドチャンピオンとなってほしいですよ。やっぱり現状地区内では昨年の世界一レンジャーズ、毎年憎たらしいほど強いアストロズが、まあロースター的には一歩リード、特に野手の差はまだ少しある印象ですが、その分マリナーズには投手力がありますので、それを武器に対抗していきたい。投打がしっかり思惑通り機能すればこの2チームを超えることだってできるくらいのチームだと思いますので、今年こそは本当に頼みます。去年の雪辱を果たしましょう。当チャンネルをご覧のマリナーズファンの皆様、今年のチームに対する期待などをコメントに残してもらえると嬉しいです。今年も当チャンネルではしれっと趣味全開のマリナーズ動画を投稿していく予定ですので、そちらについてもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。